ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、竹谷俊子君および堺井康之君が委員を辞任され、その補欠として若松兼重君および藤井元之君が選任されました。休憩前に引き続き児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います石田雅宏君